必ずやろう日本最高坂井隆ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、中国のコロナ感染状況の発表に関してですねかなり異常な事態というものが今発生していますで今回ちょっとねこの点を取り扱いますで習近平政権はですねまあコロナの弱毒化っていうものがもうどんどん進んできたからもうロックダウンなんてね もうしなくても大丈夫だよっていう、まあ、そういう話になったと、えー、でもうそういう状況に変化したからいろいろね課していた制限というのをもう撤廃することにしたんですみたいなね、まあ、こんな感じのことを話しておりました。 でまあ、今はあそのおお無症状感染者の数はねもう発表しないよということでまあ有症状で、えーまあ、全国で統計が集められたものについてまあこれは発表しますよみたいな、まあ、そういう状態になってるんですけれどもそれでコロナの新規感染者数はですね中国全土でどんだけかというと4000人くらいであると、まあ、こんなふうに習近平政権はですねこう発表しているということになるわけなんですね。 でまあ、これはあの皆さんもまあすでにいろんな報道があったりしますし、まあ、私もね、えー、前の動画で話をしていたりするようになんですが、まあ、こんなのが正しいなんてことは全然ありえないということにはなるわけなんです。ただまあそれでもですね一応公式発表としては中国全土で4000人ぐらいというのが、ねえー、これがまああの実際発表しているところです。 で12月24日に発表した数字を1つ例として挙げると全国でですね4103人だと、まあ、こういう話になってたりするわけなんですね。でところがですよ山東、えー、省でですね、まあ、地元のこの新聞がですね 12月23日に、えー、その山東省の青島市青島市って書くとこですね、えー、あそこの衛生当局の話として1日の感染者数について49万人から53万人この間ぐらいじゃないかとのざっくりした推計あくまでも推計ですよ、えー、これを述べたということが報じられました。 で先ほどもねちょっと言いましたけども中国の衛生当局が中国全土で新規感染者はあ1日当たり4,000人ぐらいね、えー、12月24日については4,103人山東省全体ではわずかに31人こういう話をしていたのになんと、ねえー、その山東省の一部である青島市だけでですね 1>, 1日になんと50万人ぐらいが新規に感染しているというこういう話になっているわけなんですよ。ということはですよこの青島しのこの発表というのは中央政府の発表のですねこの1万倍以上というとてつもない数字だということにまあなってくるわけなんですね。 青島氏は今もう感染が急拡大する急速感染期に入っているとの警報をまあね、えー、その市民に対してあるいは山東省の人たちに対して、まあ、が警告を行う必要があると、まあ、こういうふうに考えて、えー、今回こういう動きに出たということなんでしょうけれどもまあこの発表していることがですね中央政府の言っていることと全く違うという、まあ、こういうことになっちゃったということになるわけです。 でこの話はですね広、ねえー、東省の陶管市もですね12月23日に毎日30万人の新規感染者が生み出されていて増加速度が加速しているなんていうこういう発表もしたんですよね。 でこの結果として多くの病院施設と医療関係者が未曾有の深刻な困難に直面している、まあ、こんなことまで言っちゃったっていうことなわけですよ。ね習近平政権はもうコロナは収束してきているんだとか、ね、もう怖い病気ではなくなったんだとかまあそういう感じの話をしているわけなんですけれどもおその広東省の当幹市はですねそれと真逆の話を バーンと出したいいうこういうこ話なわけで,すで、えー、厚生省の政府もですね12月23日になんですがやはり、えー、過去2週間のうちにですね1万8,000人の新たな新規コロナ感染者があってうち500人が重症患者であるというこういう発表を行ったわけなんですね。 まあこの発表はその賃倒しや東汗市と比べるとですねかなり穏健ということにはなるわけですがまあそれでもこの中央政府が発表している数字とは明らかに違う矛盾したものになっているということになります。さらに厚厚生生省省政府はですね厚生省全体のの人口の だい、えー、こう8割に当たる3600万人くらいが来年3月までに感染するんじゃないかというこういう見通しまで発表したんですね。で海南省においてもですね、まあ、あるその衛生関係の,、まあその当局者がなんですけれども「えー、海南省は急速に感染ピークにこう到達しそうだ、まあ」この程度の話だったりするんですが、まあ、伝えていたりします。 で、なんとですね。まあ、人民日報においても。上海では発熱して治療を受けた患者が4万人を超えている。まあ、これもですね。中央政府の出している数字からすると結構ね、えー、出して欲しくないような話かなと思うんですが、まあ、こんな感じのことを伝えていたり、というようなことも起こっていたりします。習近平の個人独裁体制というものがまあ、先ごろ行われた。 第20回の中国共産党大会においてですねもう確立したはずのこの中国においてですよここまで中央政府の言うことと地方政府の言うことが異なっているっていうのはまあねえ常識的に考えれば非常に考えにくい事態ではありますがまあこれが現実に今発生しているということになるわけなんですね。 で、なんでこんなことが起こっているのかってことなんですがまあ一応いろいろ考えてみることができるかと思います。で一つはですねコロナが発生した当初の、えー、時の、えー、事件が結構影響しているということがあるのかもしれません。でコロナが発生したのはあ中国の、えー、湖北省の武漢市というところですよね。で、あの時に その武漢市やその湖北省の高官たちがですね、まあ、正しい情報を公開しなかったということを理由として更迭されちゃうなんてことが起きたわけなんですよ。であの時にその更迭された高官たちはですねだって自分たちは中央政府の指示に従わざるを得ないから。 正しい情報を出したくてもそんなことを公開するような権限は俺たちにはないのになんで処分されなきゃいけないんだというこういう言い訳をしてたりしたわけですねでそうするとですね中央政府に忖度して正しい情報を開示しないでいるとお前らは正しい情報を開示しなかっただろうということでもって逆にその責任を後で取らされるというまあ、こういうことが 現実に発生したわけですよねそうすると今自分たちが同じような状況に置かれてる時にこれ正しい情報というのをちゃんと出さないと、えー、自分たちもその責任を取らされることになるかもしれないっていうのはまあそういう判断は一つありうるっちゃありうるのではないかと思うわけです。でもちろんこの中央政府の,その発表に逆らうようなことをやってですよ。 で正しい数字をボンボンとこう出したということをやった場合にそれを咎められてですねまあやはり同じように制裁をされてしまうということもありうるっちゃありうるわけですよね。でそうなると正しい報告をしてもありうる中央政府に忖度しても処分されることもありうるどっちもありうるんだったら正直に言っといた方がいいなんていうね 判断をしてあるいはその現実に発生している感染拡大についてですね、まあ、真面目に応じるようなそういうようなことをしていかないと地元の住民たちや医療関係者たちからですねもう喪失感を食らってしまうまあそういうことがね結構怖いということも考えないといけないそういうことも要因としては入っているかと思います。 ですからまあそういろいろあったりする中で、えー、その思い切って正直に言ってしまう、まあ、正直に言うところまではいかないにしても中央政府の発表からはかなり乖離した発表を行うそういうようなことをやることがあ中国の中でですね今ポツポツ起こってきているということになるわけなんです。 で現実問題としてなんですがあでは今習近平政権がですねこうした中央の発表とは違う発表を行っている地方政府これらをですね制裁できるかという話になったらこれ少なくとも当面はですね極めて困難だっていうことになりませんかねってことなんです。まあ、やるこここととととななすすううまくいかないといかがですねねどどんどんはっきりして、ね えー、もうついにはですねもう民衆の間からですね対人を責められるようなねそのデモ活動まで行われるようなそのぐらいの反発を受けているでその結果としてコロナ政策でも大転換というものを図らざるをえなくなっているこの習近平がですねここで強く出れるかといったら強く出た時のその後の反発の強さというのを。 当然考えなければいけないからなかなかできなくなっているっていうのが現実に起きているわけなんですよね。じゃあまあそうだからということでねっそのねっチンであるとか東汗しであるとか厚生省政府であるとかこういうところが行ったまあ一種のこの反逆これをまあ野放しにするっていうことをやっていくとなんですけれども同じ動きが。 どんどん他のところにも広がってくるということも当然起こりうる話になるわけなんですね。でさらになんですけどもこの習近平に対してですねもう絶対服従を誓ってきて、まあ、それでこうね取り立てられていった側近たちにしてもなんですけれどもこのまま習近平にそのままね全面的に従ってていいのかどうかっていうのはまあいろいろ考えなければいけないところが出てきたりもしますよね。 結構不安になってるんじゃないかななんてねえ私は思っていたりもするわけです。でこうなるとねえその習近平がぐらついているだけじゃなくて側近たち彼らがですねこの習近平がぐらついているのを俺たちこそが支えなきゃいけないと言ってグワッてやるんだったらまあまだ権力構成は強いってことになりますけれどもところがこれを力強く支えるという側には なかなか回りたくないということになってしまうとこれは結構厳しい話になってくるんじゃないのなんてねえ思っていたりするわけなんですね。でこうなるとですね,ね10月の党大会で権力基盤をしっかり固めたはずのこの習近平は現実の権力基盤は実はもうすでにですね かなりググググラグララグラしてきてきいいいいるるるととととううここがわわかかんじゃななななにけんですで今後の展開がどうなるかっていうのはまあ簡単には読めないということになりますからまあ安易なことは言わないですけれども、えー、本当にですねこの中国共産党体制が終わるかもしれないそういうふうにも見える、えー、現実になってきたということをですね 改めて確認をしたいまあそんな風に思っていたりします必ずやろう日本最高朝霞高でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう併せてお願い申し上げます